リズっていう一人ぼっちの女の子のお話。一人ぼっちだったリズのところに知らない少女がやってくるの。二人はすごく仲良くなってそのまま一緒に暮らし始めるんだけど、最後、待って、そばにいて、ずっとずっとそばにいて。先輩、のぞみ先輩と相性悪くないですか？そんなことない。うまくいってないの？みぞれと。そんなことないよ。ずっとずっと一緒だと思ってた。あなたには羽がある。どこまでも広がる大きな空があるの。物語はハッピーエンドがいいよ。リズと青い鳥